皆さん、こんにちは。新しい筆の武器が出たんですけど、今回のパブロと北斎、そして新武器のフィンセントさんに来てもらいました。で、なぜかヒレオさんもいるのですけど、今回はこの全員でレースをしてもらいます。で、レースなんですけど、今回レースのルートを説明します。ついてきてね。いくよ。ここ走って、ここがゴールとなっています。最高ゴールです。わかりましたか？で、わかりましたか？わかった。えらいえらい。ひろさん賢いな。じゃあ、位置についてください。位置につく。ひろさんしか位置につかない。ひろさん、賢い、優秀だね。うん、こう、優秀だ、ひろさん。すごいね。あ、来た来た、フィンセント。来た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 。いいよ。じゃあ、スタートの合図はなんですけど、この、センサーを下に投げたらスタートです。わかりましたか？それでは、いきます。レース、開始します。いきます。位置について、よーい、スタート。さあ、レース、始まりました。ヒレオさんは走ってますね。一番先頭を走るのは、パブロ。北斎、フィンセント。あ、いい、いい、すご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 い。早いね。あ、パブロ、インクなくなっちゃった。さあ、インクなくなったらその場で回復しないといけません。オッケー。あ、北斎もいい感じに、来てますよ。フィンセントも抜いて。頑張れ、頑張れ、頑張れ。さあ、ゴールに一番近いのはパブロか？パブロなのか？誰が一番早いんだ？どうなってんだ、これは。あ、誰か抜いた！誰か抜いた！パブロは！あれ ?2 位は誰だ？ちょっと待って待って、なんか立ってる。ゴールに誰か立ってる。順位、ヒレオさんがなんか、ゴールにいまして、1着ヒレオさん、2着パブロ、3着フィンセント新武器ですね。で、4着北斎っていう順番になりました。筆じゃない人が勝ちました。俺の、多分だけど、あそこにビーコンがあって、ビーコンにスーパージャンプして多分1位に、ショートカットして、来ましたね、これね。何やってんの？何やってんの、これ。なんで、どうでもいい武器が1位になっちゃうんですか？